近くにカメレオンの集落がありました。そこには一匹の若いカメレオンがおりました。彼は客人を待っていました。客人に会えることを心待ちにしていました。でも集落にやってきたのは客人ではなく残虐なハンターだったのです。今回はその若いカメレオンをハンターから守ってください。お願いしますね。そもそもどうして集落にハンターが現れたのでしょう。さあ、わかりません。でも、もしかしたら客人を呼ぶには少し早かったかもしれませんね。燃えていたカメレオンのレジー、彼の集落が、レジーの知るほぼ全ての世界、彼の根幹を成していた世界、それが燃えていた。集落を焦がす炎は肌をあぶり、天にまで届きそうな黒煙が喉を焼く。彼の親類が、兄弟が、友人が、炎と煙に追われて建物の外に出ては一人また一人と殺されていく。災害でも事故でもない、彼の集落は悪意にさらされていた。ハンターに襲われていた。集落の外の世界を知ったばかりの彼が初めて味わう悪意と敵意の嵐だった。カメレオンの彼を保護してください。こんなもんか。あなたたちは。突然の侵入者にレジーは当惑していた。彼女たちがハンターを倒したという事実があってさえ、即座に味方だと受け入れることはできなかった。自分の護衛を頼まれた。それだけを伝える彼女たち。誰が、なぜ、何のために。湧き出す疑問は尽きなかった。集落を焼く炎は未だ衰えず、家屋が崩れ、仲間の悲鳴が響き渡る。ハンターの襲撃は
まだ終わっていない。己のすべきことを認識したレジー。僕はレジー、僕を助けてくれますか。侵入者たちへ一歩踏み出した。地獄絵図そのものの集落を走り回るレジー。彼はカメレオンを襲うハンターたちの前に出ては問いかけていた。なぜ僕たちを襲うんだ。やめてくれ、僕たちは敵じゃない。しかし俺らがハンターだからだよ。お前らが獲物だからだ。ハンターたちは笑いながらレジーを襲い、キャラクターたちに蹴散らされていた。そんなことをレジーは幾度も繰り返す。その行為には確かな信念が、レジーの善性が感じられた。たとえそれが非現実的で愚かしいものだとしても。わからないんです。僕らはこれまで外と交流がなかった。掟があったから。これは痛いよ。掟とは。そう問われレジーは平坦な声で答える。その目は強行を続けるハンターを、未だ衰えぬ炎を睨みつけながら。僕たちカメレオンは身を隠すのがとても得意なんだ。この村も外界から隠れ接触を絶っていたんだ。外との交流は禁じられ、破った者には厳しい罰が与えられた。なぜそこまで厳しくする必要があるのか。掟は何のために作られたのか。誰も、族長すらも知らなかった。掟だから。それが唯一の答えだった。僕はこの閉じられた集落で族長の息子として生まれた。父は掟にとても厳しい人だった。
一切の例外を認めず、厳格に掟を守り続けた人だった。でも僕は掟には反対だった。外の世界を見てみたかった。外の人たちと話をしてみたかった。でもそんな機会は来ない、そう思っていたんだ、あの時まで。こんなにか。あれは少し前のことだった。どうやってかわからないけど、集落にゴーストという種の子供が、外の町の子供が迷い込んでいたんだ。本来ならありえないことだけど、どんな偶然か起こってしまった。このゴーストの子供が他のカメレオンに見つかれば、掟に従い処分されてしまう。それに気づいた僕は衝動的に彼を自分の家にかくまってしまった。初めて会う外の人に困惑しながら、とても喜び興奮していたんだ。後のことなんて全く考えていなかった。ゴーストの子供をかくまう生活はとてもうまくいった。だがいつまでもこの村にいては危険だ。僕は彼を連れて村を出た。彼を町に返すために。その短い旅で僕たちの仲はさらに良くなったんだ。ゴーストの子供は僕に懐き、片時も繋いだ手を離そうとしなかった。どこかこそばよかったのを覚えている。そしてたどり着いた町。初めての外の世界。外の町。そして外の人たち。どれも素晴らしかった。それだけは間違いなかった。
色とりどりの屋根をした家、見たこともない野菜を積んだ馬車、初めて見るものばかりで目がチカチカした。多分僕はすごく挙動不審で怪しいカメレオンだったと思う。でも町の人たちはそんな僕を、見たこともない異種族の僕を、温かく迎え入れてくれた。彼らはゴーストの子供を保護したことにすごく感謝してくれた。そして外との交流を持ちたいという僕の夢を聞いて、ぜひこちらこそと、そう言ってくれた。お願い、僕は外に行きたいんだ。外との交流は村にも必要だ。村に戻った僕は必死になってあらゆる理由を語り説得した。もちろん父は絶対にダメだと言っていた。それでも僕は諦めなかった。父だけではなく、村のみんなにも語った。外の世界の素晴らしさを、外の世界を知ることの大事さを。やがて周りが賛成してくれ、反対なのは族長の父だけに。すると父は、ようやく外との交流を認めてくれた。僕の頑張りが理不尽な掟に勝った日だった。まとめて消えろ。そして僕たちは集落の迷彩を解き、町のゴーストたちを迎える準備をした。僕が彼らに温かく迎えられたように、僕らも彼らを歓迎しようと、もてなすための料理も作り、お祭りの時のように着飾った。ゴーストの子供に会うのが、町のゴーストたちとまた話をするのが待ち遠しかった。でも村にやってきたのはゴーストたちではなかった。
身を鎧、槍や刀を手に武装した屈強なハンターたちだった。そして彼らは。レジーラ・カメレオンは姿を隠す能力に長けていた。それこそ逃げ隠れするだけならば他のどの種族よりも。だがハンターたちは用意周到だった。姿を隠せるとは言っても姿そのものを消すことはできない。見えなくても存在はしている。当然、炎が近づけば火傷を負うし、煙にも巻かれる。ハンターたちも、それは承知していた。最初に火矢の雨を降らして集落を焼く。炎と煙で炙り出されたカメレオンを、彼らは買っていった。そう、それは戦いではなく、狩りだった。カメレオン10匹目！やめて、どうして僕たちを殺すの？頼まれたからだよ。街のフロストにね。嘘だ、あの人たちはそんなことしない。行くよ。トーリュー、いい仕事あるって？ああ、何でもよ。カメレオンが出たらしい。なんだそれ。ハンター集団の頭領がにんまりと口角を上げて語る。かつて大陸で大いに活躍した謎の種族がカメレオンだと。何でもよ、すげえ珍しい鉱石がそいつらの村で取れるんだとよ。へへん、そいつを狙ってるんで？もちろん、丸ごといただくぜ。彼らは各地をめぐって獲物を根こそぎ狩る流浪のハンター集団。強欲さと狡猾さで名を馳せた一団だった。ゴーストの町に着いたハンターたちは普段の粗暴さを隠し、町のゴーストたちに尋ねた。我々は放浪するクス師団。この町の方々はカ
カメレオンの集落を見つけたと聞いたが、本当ですか？クス氏と名乗ったハンターの頭領は深刻そうな顔を見せる。カメレオンたちは危ない状況にある。そう言われ、新たな友人のことを心配したゴーストたちは彼らのことを疑うことなく、知っていることを全て話してしまったのだった。一気に決める。マルチタスクと行こう。疑うことを知らないゴーストたちに、ハンターの頭領は言葉を重ねていく。彼らは厄介な伝染病に侵されている。その病気を外に出さないため集落を閉鎖していた。病気と閉鎖環境のせいで彼らは年々個体数を減らしている。自分たちは彼らを救いに来た。無論、語っている内容は嘘800。ハンターたちは隠された集落までへの道案内が欲しかったのだ。カメレオンの現状を憂慮し、その境遇に深く同情したゴーストたち、全面的な協力を約束した。ハンターの頭領には詐術の才があった。そして彼らの言葉を疑うにはゴーストたちは善良に過ぎた。彼らはただひたすらにカメレオンたちのことが心配だった。救いたいと願っていた。ゴーストたちとレジーの遊戯は一切の曇りもなく本物だったのだ。クス師団を偽るハンターたちとゴーストの案内人たちはカメレオンの集落がある森へと入る。先頭はレジーに保護されたゴーストの子供。友人に会える喜びと病を心配する焦りがその歩みを早めさせていた。加護の力。
とめて消えろ。ごとうないね。やがてハンターたちの視界に何の変哲もない集落が見えてくる。村からはどこか浮き足立つようなそんな雰囲気が漂っていた。ゴーストたちがほっと息をついた瞬間、金気を帯びた周期と生暖かい血しぶきが周囲を覆う。目標を見定めたハンターたちが偽りの仮面を取り牙を剥いたのだった。え？そしてゴーストの子供が何が起きたのか悟るよりも早く、その首筋にハンターの刃が滑り込む。お宝への道案内、ご苦労せん。それがゴーストの子が最後に聞いた言葉だった。それが招かれざる客だと誰も気づかず、カメレオンたちは彼らを迎え入れ、そして炎と刃の共演が始まったのだった。さて、お宝を取り出すかい。共演が続く中、ハンターの頭領はカメレオンの遺体を切り裂き、ナイフに手を入れ、緑の石を取り出す。気色あり、それがお宝？おう、この石はな、加工すりゃ姿を消せるマグになるんだよ。悪いことし放題、そりゃ高く売れるわけだ。ハンターたちが高笑いをしているとき、新たな訪問者がやってきた。町のゴーストたちだった。たちはそんなこと望まない。乗ってきましたわ。
巻き込まれたかったらどう？村を襲ったハンターの言葉にレジーは違うと叫んでいた。自分はゴーストたちと直接顔を合わせ、その目を見て話をした。ゴーストたちが嘘をつくとは、村を襲わせるとは思えなかった。だがその確信はレジーだけのもの。混乱していたカメレオンたちだが、姿を隠して逃げ、その状況から脱すると、怒りに身を任せ、反撃を開始していた。しかし、その刃の切っ先は、ハンターたちだけではなく、ゴーストたちにも向けられた。ハンターの言葉を信じてしまったのだ。三つどもえの地獄絵図が広がる。父の族長は死んだ。村のカメレオンも多くはすでに殺され、その遺体の多くは腹を裂かれていた。生き残りのカメレオンたちの反撃は熾烈なものだった。姿を隠しハンターを倒していく。さらにはゴーストも殺されていった。ハンターの頭領の詐術に引っかかり、遊戯を結ぼうとした相手と殺し合う。どうしてこんなことに。外の人と仲良くしたかっただけなのに。カメレオンはその存在が罪なの？ゴースタが善良なのは罪なのか。レジーの嘆きを聞く者は誰一人いなかった。来なければ。自分は自業自得だ。姿を消せる相手が臨時で安心できるか。男を目の前にして我慢なんてできるか。ずっと引きこもってね。これは痛いよ。こんなにか。やがて
争いは終わる。ゴーストたちは皆殺しとなり、カメレオンも多くが息絶えた。ハンターたちも被害は多かったが、彼らはそれ以上に利益を得て満足そうに去っていった。カメレオンの生き残りはわずか。レジーたちは燃えた集落を捨て、森のさらに奥へと入っていった。新天地を見つけたレジーは、外界との接触を再び断つことにした。以前よりも強固な掟で縛り、やがて数百年が経つも掟が破られることはなかった。だが掟の存在理由を知る者はいない。コミュニティに問題が生じたときに生まれます。その問題はどちらかといえばなくなることもあります。問題が消えれば掟も必要ではなくなります。大事なのは掟が生まれた理由だ。解決されているかどうか、見極めること。あなたがもし掟を破りたいと思うなら見つけてください。掟が生まれた意味を見極めてください。掟が今に必要あるものか否か。